こんにちは、速稼塾の久保です。まあ、暗号通貨の新しい概念、URL がね、なんか変わるみたいなことがありましたね。インターネットの概念がガラッと変わる、そのために必要なのがファイルコインだと言われておりました。で、ファイルコインっていうのはコインマーケットキャップにも載っているんで、まあある程度ね、信用できるんじゃないかなっていうことと、あとはやっぱりね、その URL の概念が変わるっていうのは新しい切り口だなと思ったんで、ちょっと興味本位にね、41万1000円捨てるつもりで参加してみました。あ、そしてですね、その時に申し上げたのは、これはインチキだと思うから誰も乗らないでくださいってことをお話しました。まあでもね、そうは言っても、なくなることをね、覚悟して乗ってみたいんで教えてくださいって方がいたんで、ちょっとお知らせした方がいるんですけども、その後ね、どういうふうにしたのかはちょっとまあわからないところですけども、ただね、なくなる覚悟をしなければこんなことはできません。プラスなくなりましたなくなったでしょう。ということで画面を切り替えていきましょう。今日はファイルコインです。いや、ファイルコインね、ちょっと恨み節が残るかもしれないですね。コインマーケットキャップに確かにこの記号ファイルコインというのが38位にあるんですよ。で、2228円という価格がついてるんで、まあ私がね、ファイルコインを持っていれば決済できるんですけども、今回はマイニングマシンをレンタルかなんかで買ったということになるんで、だから戻ってくるもの何もないんですよ。マイニング報酬がもらえるかどうかってことなんですよ。で、最近あるのは、これ私2件目なんですけども、実際にコインマーケットキャップにあるコインを歌って、それの関係ですよってことでね、同じマークとか同じ名称とか同じ特徴を使って別のセールスを仕掛けてくるってことなんですよ。で、今回のファイルコインがどうなのかははっきり言って分かりませんし、調査する気にもならないんですよ。私はもうね、最初のファイルコインの、オーダーで、なんかマイニング報酬が延長されましたって時に、あ、終わったなと思ったわけなんですよ。予想通りだなと。で、こういうことをやりだしたらね、もうなんかその暗号通貨って緻密にやってるはずなんで、そんなことが起きるわけないんですよ。だからまあ、やられたなと思ったわけなんですよ。詐欺だとは言ってないですよ。詐欺だとは言ってないんですけども、私に見る目がなかったとだけは言っておきます。じゃあちょっとファイルコイン、ちょっとクリックしてみましょうか。多分こっちの方のファイルコインにはね、罪がないと思うんですよ。まあ普通に売買されてますよね。2230円。価格も単価ちょっと高いじゃないですか。だからこういうのに対して、ちょっと乗っかっていきましょうって言われると、確かにいいコインだよねって判断しちゃうんですよね。でも私がセールスを受けたファイルコインのマイニングとこのファイルコインっていうのは関係がないんだろうなと思いますよね。私もね、調べなかったんで悪いですよ。で、フォインっていうのが以前あったんですよ。これで私ね、似たような思いしてるんですよ。これがだから1フォイン20万か30万かの値段をつけているものがあって、それのセールス受けたんですよね。ほら、150円、もっと値段高かった。これこういう風にね、ものすごい値段からストーンと落ちてるでしょ。35万ぐらいのフォインでここで決済できればよかったんですけども、なんかその決済させないんですよ。で、値段が落ちて0円同然になった時に、今いくら31円になった時に決済してもいいですよってくるんですけども、まあなんせね、フォインが送られてこないんですよ、決済しようにも。で、フォインを取り出すのに手数料でビットコインがいりますよとか言ってね、ビットコインを請求するんですよね。で、私はその時にもうね、ビットコイン払わなかったんですよ。もうバカらしいと思って。で、ビットコインをね、しっかりと払った人は追い打ちかけられるように根こそぎ持ってかれて、もう破綻ですよね。だからこのフォインとは違うフォインのプロジェクトがあって、それをね、うまく組み合わされたんじゃないかなと私は思ってるんですけども、まあ苦い思い出ですね。はい、いろいろとね、申し上げましたけども、結論何が言いたいかっていうと、まあファイルコインは二度と私は関心を寄せることはないだろうなと思いますよね。まあこんなもんすぐ忘れて次のこといけばいいんですよ。そしてそうなることを私はね、懸念して想定して、ファイルコインを41万1000円買うのと同時に、41万1000円分のリスクヘッジはビットコインを買うことによってその時してたんですよね。で、おかげさまでビットコイン急騰してくれたんで、もう大いに儲かりましたざまみろって感じですよね。だからこういうふうにリスクヘッジっていうのは、こっちのものを買うんだったら万が一これがポシャってもこっちでカバーできるようにしておくっていうふうな思考が必要だと。これはもう皆さんご存知だと思うんですよ。だからそこをね、一点集中しちゃうっていうのがちょっともうアウトなんですよ。で、一点集中するだけしか資金がないっていうのもアウトなんですよ。あくまでも投資は余剰資金なんで、潤沢にあって、で、何かにエントリーしようかなと思った時は全体資金の 1% ぐらい、よく言って 2% ぐらいにやっておくと、じゃあ41万1000円こっちに払いましたと、ファイルコイン買いましたって言っても、じゃあ
こっちに41万1000円なり82万2000円の資金がこっちにも振り向けられますよっていうふうにしておいて、リスクヘッジが完成するんですよね。もちろんリスクヘッジした全部がダメになるってこともあるんですよ。なんかね、そういうのはあるんで、だからこそ生活資金をそこに入れちゃダメなんですよね。だから投資用の準備資金、余剰資金全部がなくなっても暮らし何も変わりませんね。投資はしばらくできないけども、またビジネスでお金貯まったらまたやりますよって感じで、3ヶ月後とか半年後にまた入っていけばいいんですね。だからそういう風な形にならない限り、なかなか投資にね、そこそこの金額いくってのは私はね、やっぱりやりすぎだと思うんですよ。まずはビジネスで余剰資金をいつでも作れる状態にしてから投資ってのは、取り組むもんじゃないかなという風に思いますよね。どうですかね、資金がない人がカツカツな資金で投資ってやるもんですかね。さすがに5万10万が痛いなと思ってる人が30万40万の投資をするもんじゃないと思うんですよ。私はそれだけはね、繰り返し繰り返しこれからも申し上げていくと思います。これは速稼塾の根底にあるスタンスとも言えます。速稼塾ってのはね、お金の問題を解決するためにビジネスをまず構築しましょうってことをお話してるんですよ。で、その間に美味しい話もたまにありますよ。でもそれは耳を塞いで、ビジネスが完成するまではなかったものと思っていかないと。今しかないチャンスってのが毎日のように作られてますし、毎日のように目の前にちらついてるんですよ。今しかないですよっていうチャンスがね。じゃあ3年前に今しかないですよって言ったチャンス、今どうですかね。確かにないけど、それ以上のチャンスが今目の前にあると思うんですよ。で、何が実際具体的なチャンスかっていうと、ビジネスが自分の懐にあるかどうかってことなんですよね。そうすると、なんかね、その時間があればビジネスになってくるんですよ。時間があればチャンスになってくるんですよ。命があればチャンスになるわけですよ。ビジネスがあればね。ビジネスがないとチャンスを待つしかなくなるんですよ。ビジネスが手の内になるとチャンスを仕掛けることができるんですよ。これはね、本当に速稼塾の塾生さんにはご理解いただきたいなというところでございます。では以上ですね。じゃあファイルコインのことはここですっぱり忘れましょうか。ではいってらっしゃい。